今回のデッドバグ腹筋はマジで効く。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、たったの5回でプランクよりも腹筋に効くエクササイズを紹介しようと思います。このエクササイズなんですけども、お腹を引っ込めるためにはですね、止まって息をしっかり吐いて腹横筋を鍛えるエクササイズがお腹を引っ込める腹筋になるんですけども、今回はですね、デッドバグというね、死んだ虫という名前のエクササイズになります。まずやり方を説明します。はい、とっても簡単なんですけども、まず手も足も肩幅ぐらいに広げて寝ます。では万歳です。こっから足と上半身を少し浮かして10秒止まります。頭もいい負荷になりますから、あんまり下を向かずに頭は上を向く感じで、手も前に持ってこずに万歳しっかりしてください。これで10秒キープです。キープしたら下に降りて2秒休憩しますっていうのを5回繰り返します。要は1分間の腹筋エクササイズになります。では一緒にやっていきましょう。はい、いきます。2秒休みます。はい、スタート。はい、休みます。はい、スタート。はい、休みます。はい、スタート。イラスト。はい、皆さんお疲れ様でした。どうでしたか？たったの5回、結構効きますよね。お腹をできるだけ引っ込める、息をしっかり吐き続けるっていうのがポイントです。プランクはですね、脊柱をしっかり鍛えれるんでいいんですけども、腹筋にしっかり効かしたい、プランクがね、腰をしっかり丸くできない人とかは、腹筋よりも脊柱に効いてしまって反り腰がですね、悪化しちゃいますんで、そういった場合にはですね、こういったデッドバグ、死んだ虫の格好です。ホゲーってね、万歳してホゲーって死んだ感じの格好なんで、デッドバグって言うんですけども、家でね、やるには恥ずかしくないかなと。これをフィットネスクラブとかでね、こんなやってたらちょっと恥ずかしいんですけども、家でやる場合はね、別に OK かなという感じのエクササイズになります。もちろんね、間が2秒休みでしたけども、結構きつい方は5秒ぐらい休んでまた起き上がってください。できるだけ下を向かない、手は万歳、足も少し上げる、できるだけ腰だけ床につけるっていう感じで行ってもらえたらしっかり効きますんで、よかったら参考にしてやってみてください。やった方はね、よかったらグッドボタンやコメント、あとはね、SNS やってる方はよかったらシェアもしてもらえるとありがたいです。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。デッドバグでした。